人生で最大のチャレンジでありまあ、最高のチャンスでもあるあるものについてお話していきたいんですけどもまあ、言い換えれば人生で最も痛みがあって最も問題が多いことは何かっていう話なんですよでこれ何かっていうと僕は家族だと思うんですねそう両親との関係だったりパートナーとの関係まあ、夫婦関係ですよねだったり子供の子育て、うん、この辺りに最も人生のね チャレンジっていうのが待ってると思いますまあそんな人生のチャレンジについてあなたに今日は話していきたいと思いますこの話がわかればあなたは強いリーダーシップを持つことができるんですねどういうことですかっていうとリーダーシップを持てるっていうことは何がいいかっていうと例えばねリーダーシップが持てるってことはお客さんをリードしてたくさんのお金をもらうことができる他にも、えー、あなたが会社とかを経営してるんだったらスタッフをこうついてこさせる スタッフに本当にあこの仕事いい仕事なんだなって思ってもらって才能を発揮してもらうことも可能になるんですよね。この家族の人間関係がうまくいく人って本当に人間関係のマスターだと思っていて逆に言うとこれさえできれば本当にお金を稼ぐとかも楽勝なんじゃないかなって思うんですよね。で、まあ、今日はねそういうふうな家族っていうもう最強最大のチャレンジ。 に対して、まあ、僕自身がね13年間結婚生活を送ってきて、まあ、感じていることが学んだことかいろいろあるのでそれについてシェアすると同時に仙、まあ、人さん6人の子供がいるんですけども仙人さんにこの家族っていうものの秘訣について是非聞いてみたいなってそんなふうに思います。なんであ,のあなたがもしねお金持ちになりたいとか。あの 自由な時間が欲しいとか、スタッフに動いて欲しいとか、リーダーシップ発揮したいとか、強い影響を持ちたいとか、社会に大きなインパクトを与えたいっていうんだったら、今日の話は絶対最後まで聞いてほしいんですね。人間の人生で成功するってこう三つのカテゴリーに最終的には集約されると思ってて、一つ目が自分、で二つ目が家族、で三つ目がビジネスっていうね、この三つに集約されると思うんですけども、まあこのね三つの分野で。 あの一番チャレンジが大きいいと僕自身は感じているこの家族まあねあのコアな部分は自分っていうところ始まるんですけども結構自分に対するチャレンジより家族に対するチャレンジっていうのはもう本当に大きいなって思ってます。ってことで私の中ではお金を稼ぐよりもですね100倍難しいと感じるこの家族関係これと向き合って対処することができればもうビジネスなんてほと余裕なんじゃないかなってこういうふうに真剣に思ってます。 ま、他の人がね。どう思うかわかんないんですけども、多くの人は結構こうビジネスに逃げ込んでるんですね。家族とかパートナーシップって、もうすごい深い。人間関係が必要になってくるで、そこから逃げてお互いに無関心になってで、お互いにビジネスに逃げる外のその他人の方に逃げるっていうことを結構やちがやりがちだと思うんですよね。そうまあね。それはそれで別にいいことだとは思うんですけども、このパートナーシップっていうのはですね。あなたの過去の？ あ,とあなたの過去とかこれまでの人生とかあと弱みとか弱点とか醜いところとか汚いところとかそれを全て知り尽くしてるそういうふうな奥さんだったりあとは家族両親ですよね両親っていうのはもうあなたの子供の頃から見てるので本当に愚かだった頃とか全部知ってる両親との関係ですよね。これを全て知り尽くしてそこをネチネチ攻撃してくるそういうふうなあなたを挑発して陥れる奥さんとかあとはお父さんお母さんだとかそういうふうな 人たちとですね。最高の関係を築くことができたら、もう。それはお客さんと関係を構築するのって本当に楽だと思うんですね。もうどんなに怒鳴られても必要に攻め続けるね。うちの奥さんに比べたら全然マシだと思うんですよ。<laughs> ま、そんな感じでこの家族っていうのは一番チャレンジングだなって僕自身思ってます。 家族が一番その,自分の内側を本当に投影させて見せて見くれる人だと思うんですよねあのよくなんか悟りを開いた、えー、を人が言うのはもしあなたが自分が悟りを開いたと思うんだったら両親と1週間家に過ごしてごらんってでそれで本当にもう穏やかに過ごせたらあなたは悟ってますよみたいな話があるわけですよね。それぐらいこの最終的に根深いところは両親に来るわけなんですけども、まあ、ちょっと話がそれてるんですけどお金がないからこそ何か問題が発生する。 これもね、たくさんあるんだけど自分一人っていうのをお金の問題自分一人っていうのを養うためのお金っていうのは本当に楽なんですねバイトでもすれば何とかなるし正社員でも何でも入れるしもう何とでもなるんですよ。でもこの家族がいるともう本当にチャレンジの量が倍になる。 まあその分ねすごい喜びも倍になるので悪いことばかりじゃないんですけど、まあ、実際問題家族から与えられるチャレンジ比べたらもうこの仕事のチャレンジっていうのはすごい楽だと僕自身は思いますだからこそ、まあ、さっきも言ったように多くの男性、まあ、最近は女性もなんですけどもその子育てとかパートナーとか両親と向き合うっていうことよりもビジネスに非難すする人が多いかなって思ってて思ます実際にビジネスはね本当に家族関係に比べると楽しいですし、まあ、楽ですよね 本当にそうだと思います、まあ、そこまで深い関係に入る必要がないっていうところもあるのでね。うん、で、まあ、なんでこういうふうなにね突然た族の話をしてるのかっていうとえ今日のブログチャレンジはですね人人ささんんにに聞きたいいいことっっててううね、人さんに質問っていうコーナーナなんですよなんでえ僕自身が今感じている最大のチャレンジこの家族との関係について仙人さんに質問したいなと思って今日はこの話をしてます。 なんでまずはこの仙人さんに僕が何を質問したいかってことを先にお話しさせてくださいね。でこの仙人さんにどんな質問をしたいかっていうと仙人さんのうち弟子になりたいそして南米に移住したいと考えていますしかし奥さんが反対してますとどうすれば身近な人にリーダーシップを発揮して奥さんも一緒についてきていいよとか奥さんが「うん、じゃあ行っといで」って言ってくれるように喜んでね言ってくれるようになるのかっていうことですね。 仙人さんはいつもね言うのはこのリーダーシップを発揮する時に身近な人すら <laughs> リードできない人がお客さんをリードすることはできないし自分をリードすることができない人が奥さんとか身近な人をリードすることはできないこう全ては自分からなんだよっていうね話を仙、えー、人さんはするんですねいや本当にその通りだなって僕も思います、まあ、だからこそ僕もねこう奥さんをしっかりリードできるように説得できるように自分自身磨いているわけなんですけども。 どうやって奥さんに信頼されて奥さんを南米に移住させることができるのかっていうのがね僕の今の、えーまあ、最大のチャレンジかなと思ってます。まあ、離婚するしかないのかなとかね、えー、おそらく僕が奥さんを切る自分の勇気の棚田さなのかなとかいろんなことを考えるわけですけども、まあ、ここで奥さんとの人間関係を切ってそこから逃げたとしてもなんか結局同じところでつまずくような気がするんですよね。そうなんでこのの、ね、家族の問題を解決したら したらととといいいいいうかかこれを向き合っていかないといけなけ僕は自身は感じてるってことですで、す、まあ、こういうふうな話をしてね1さんに質問だけの話をしてもあなたの役に立たないと思うのでここからね僕自身が本当にパートナーシップについてこれまで学んできたことについてあなたにシェアしていくんですけどパートナーシップの基本夫婦関係の基本、まあ、両親とかの関係も基本なんですけどこの人間関係の基本っていうのは相手が変わらない自分を変えるしかないっていうことなんですよね。で、相手に期待しなないい変化を求めない 犬に猫になれって言わないあ猫に犬になれって言わないっていうことがものすごく大事でもうね特に家族はどんなに説得してもどんなに言っても変わんないんですね変わってくれる確率は1%だと思えばいいと思います本当に変わってくれたらラッキー、うん、そういうふうな感じで思っています。なんで自分がどう変わればいいのか。 っっててていいうのを自問していく必要があるってことですねおそらく最終的にねあのさっきの件で言うと自分自身がね内ち弟子になるのがやっぱり怖いっていうところがあるからそれがね外に出てきてるだけだとは思うんですけどまあこれまでね本当に4回以上の離婚の危機を乗り越えて奥さんとね13年間付き合ってきた中で夫婦関係両親の関係さらには子供の教育について思うことについて役に立つようなことをお伝えしていきますね。そう 今言ったようにまず基本原則としては犬に猫ななれっってて言わないっていうことなんですねつまり相手は変わらないっていうことでもう一つ大事なのが関関係係はは変変化化すすするるっていうことなんで,す関係は変化するで僕自身ねこう今数か月前に好きな人が何人かいたですねそういうふうな感じのことを浮気とか不倫まではしてないんですけど、まあ、恋人同士みたいなね感じにはなってないんですけど。 まあイチャイチャしたりね LINE でやり取りをしたりしていてでその時にすごく思ったのがあのこの不倫とか、えー、浮気とかであとその恋人、うん、まあ付き合って日が浅い恋人同士っていうのは本当に楽しい時間が多いですこれ何でかっていうとこれお互いにまだ相手を見てないからだと思うんですねお互いに自分のイメージする相手を見ているつまり幻想をお互い見せ合ってる状態なんですねでこの恋している段階ででは本当にに、うん、すごくお互いに楽しんで ですしそのイメージに対して過剰に美点をこう付与し続けるんですねエゴがで相手と一緒になることが自分の幸せだって思うことでこうエゴがすごく楽しむ時代なんですけど、えー、そこからですね嫌なところがどんどん見えてくるわけですそしてそこを変えようとする相手を変えようとするってところからまず関係がスタートするわけですね そうこれがまあ僕は戦争の段階って言ってるんですけどもこれは必ず、えー、ある程度一定期間付き合えばですねまあ初めはだから楽しい幻想の段階っていうのがあって次がこの戦争の段階ですねそうで次に相手が変わらないと分かるんですねそしてこうあ自分が変わらなきゃダメなんだと思ってこう相手と自分を切り離そうとする切り離しの段階っていうのが来ますでさらにそれでも相手が変わらない そう自分が変われば相手が変わるんじゃないかっていう淡い期待があるんですけどもそれでも相手が変わらないっていうことをに気づき始めて今度はもう変えることそのものののをを放棄ししてて逃げる関関係性を諦めてしまうこの無関心の段階といいうのがあると思いますそうで,この段階でお互いに冷めた夫婦として、まあ、その後を過ごすかでそこから本当本気にぶつかって摩擦を起こして相手と本音でぶつかるかっていう分かれ道がこの無関心の段階から来ると思うんですけど。 でこの無関心の段階の次の段階がコミットの段階ですねもうこの人と生きると決める段階ですだから変えようとはしないけど諦めて無関心に何も言わないのではなくて自分の感じていることはきちんとはっきりという第二の戦争の時期とも言えるそれこそ浮気したいとかね悩んでるあ憎んでるとかね消えてほしいとかそういう汚い部分も全部言い合うということですよね でそれでも離れないっていうこれちゃんと約束というか覚悟をしてるからあのちゃんと出せるっていうもんですよねそういう段階でこれを超えると親友の段階とかチームの段階っていうようにこうどんどん形を変えていくんですねで何が言いたいかっていうと今の例えば親子関係とか今の両親との関係とか今のパートナー夫婦との関係とかっていうのは終わりじゃないっていうことなんです完成してないってことなんですね先があるよっていうことなんですよ だから永遠に向き合っていかないといけないしどんどん形が変わっていくだから安定しないし面倒くさいんです <laughs> そう面倒くさいんですでもこれが一番の自分の魂の修行になるし一番のその成長になるわけですよねなんで結婚してる皆さんこの面倒くささがいいんですよ <laughs> で、ね、そんなふうなことを思いますそうで関係を安定させようとする幻想を手放す これが本当に無関心から上の段階にするためのキーワード摩擦を起こせばこそと人間関係が固まるっていうことをすごく意識しないといけないってことですでパートナーシップっていうものを考えるときに多くの人はその相手と自分のこの人との人との関係人として見るんですね相手の問題とか自分の問題とか人の問題として見るんですけどこれ人の問題というより関係の問題なんですだから 関関係係性性が変わってていいいくってことととうここをを意識すするるそししは永遠に完成なやでね僕自身数ヶ月前3人の女性に恋をして思ったのが結局どんな女性でもに恋しても同じなんです自分の投影であり自分自身の内側に全て答えがあるっていうことなんですでじゃあその自分自身との関係をどうしていくのかとかっていうことについてはですねこの下のブログの方に書いてますのでこのブログの方でチェックしていってほしいと思うんですよね。 結局その自分自身との関係をとか相手との関係をどうやって良くしていくかっていうのはこれ結局学習と教育スキルっってていう話になってきます言葉を使っていかに脳を教育して脳をうまく使って、うん、変えていくかっていうことの話になってくると思うんですよね。でこの次世代のスキル学習と教育スキルっていうのを手に入れたい人は下のねリンクにあの学習教育スキルを手に入れる、えー、サンプル音声 ですねこれ仙人さんっていう人が出してるサンプル音声なんですけどもそれをつけてますのでそれをチェックしてみてくださいってことで、えー、今日の話をまとめるとですね、まあ、関係性とといいいうのは進化するよよよ完成ししななここそてめんどくさですよねそうであとはまあ次回はですねあのこう女性っていうものは一体どういうものなのかで男性っていうものは一体どういうものなのかでそれをどういうふうに関係させることで。 うまいパートナーシップができるのかとかっていう話もね、まあ、今後していきたいと思うんですけども、まあ、パートナーシップとかコスターっていうのは本当に自分の命をすり減らす行為まさに修行だなと思うんですけども魂をこうね摩擦があればあるほど魂が磨かれるじゃないですかこうやって磨いていくじゃないですかこの磨いていく作業なんだなってそんな風に思いますそうで冒頭に言ったんですけど本当に人生において大切なことは自分ビジネス家族この3つに集約されると思いますで 優先順位をつけるのがこれ大事なんですねであなた自身がどういうふうな優先順位をつけたいかっていうのもね考えていってほしいなって思いますねダラダラとちょっと長くなってしまったので今日はこんな辺りにするんですけどもまたね下の方に質問とか入れといてくれたら僕自身もなんかそれでネタを考えてですねお話していきたいと思いますので是非、えー、質問とかも入れてくださいそれではねまた次回はパートナーシップについてお話していきたいと思いますそれじゃあまた会いましょうバイチャ <laughs>